Morning Jam。 3、 4、 おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント、はい、手ぶらで楽しめるキャンプリゾートパークパラディスオ大分、はい、あのテントとかバーベキューのセットとかもう全部揃ってるんですね、うん、でレストランも併設されてる、はい、それがねアジュールルナっていうレストラン、はい、ランチコースめちゃくちゃ美味しいんですけれどもね、そのランチコースの締めに出てくるのがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり、うん、6食セットで出てるっていうことなんで、それを対象商品に選びました。皆さんぜひね冬休みパラディス大分、ドロームービーの世界大会でね賞金なんかもびっくりするぐらいすごいですから、はい、ぜひ楽しんでくださいね、はい、じゃあ今日のおもろい家族まずはこちらですね。女性の方中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。モーニングジャム鹿児島支部のさやかです。あ、今日は十数年前私がまだ裏若き乙女だった頃の話聞いてください、はい、当時お尻に爆弾を抱えていた私は上司から早く病院に行きなさいと社内のプリンターから訪問課の病院案内を出したプリンターを渡されて泣く泣く受診することになって面白い上司に説得されるっていう女子社員裏若き女子社員診察台で先生からあーこれ手術しかないねと言われて、うん、薬でどうにかなりませんか、切るんですか、他に方法ないですかと食い下がったんですが、ないねと一刀両断、その月の終わりに入院して手術することになりました。会社を休むんで周りに挨拶するにも理由を隠すのが面倒に感じたんでみんなに次郎でちょっと手術してみますと報告、しばらくしてついたあだ名が次郎ラボ。もうあまりにもありきたりでなっていうかさ、この一般人のセンスがさ、はいはい、もう そこなんですよね。そんなこんなで迎えた手術当日、人生初の腰椎、麻酔でビビりまくっていた私は名前を呼ばれた時から涙目、無事麻酔を済ませていざ電気メスが動き始めたら痛い、痛いよ、どうしよう、我慢するの、いや痛い痛いと思ってすいません痛いですと言ったら、痛い、麻酔効いてないのかな、麻酔足すねと、なんとお尻のほっぺたに注射器をブスッと刺され、もう恥ずかしいを通り越して情けないというか涙が流れて、数分後ペチペチとお尻を叩かれて痛くないね始めるよ。数分後無事終わった時はワンワン泣きながらの退場でした、うん、その後の入院生活は結婚式を控えていたんで招待状の発送をしてみたり、まさかの中学校の同級生が担当看護師で名字が違うからうんって思ったけどやっぱそうだよねああと言われたりもうこれ以上恥ずかしいと思うことはないのではないかと悟りを開いてみたり、職場の皆さんがドヤドヤ抱き枕だ可愛い円形の座布団だをお見舞いに持ってきてワイワイ過ごしたりです。退院すると職場のボスが人事異動で変わってて、出勤するとすぐ新しいボスに呼ばれて、大変だったね、実は僕も手術したことあるんだ2回、これは繰り返すからね、いやー頑張ろうねと謎の激励を受け飲み会などではいいネタになりました。退院してからも結婚式の打ち合わせに円形の座布団を抱えて行ったり、お尻の調子の悪い先輩には早く病院行った方がいいです、ほんとやばいですから、あ、それからあそこの病院おすすめですけどふりかけは絶対に持って行ってくださいねとアドバイスをしてみたり、退職して故郷を離れ他県を転々としましたが、今でも当時の職場の人たちとは何かとご縁があって、私の自伝ならぬ自伝は語り継がれてます
もう本当面白い面白いね。いいですね。いや、もともとやっぱ面白い人なんでしょう、ね、そうですね。そしてまた職場もいい職場だったんですね。ね合ってるという本当本当すごくね雰囲気が伝わってきます面白いな。あとねこれもいきましょうか。女性の方、中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。いつも仕事中運転しながら一人大笑いして楽しんでます。ありがとうございます。会社の同僚もおもろい家族を聞いてるみたいで、以前私が息子のお弁当に納豆巻きを持たせて教室中一周騒ぎになった話を呼ばれたの覚えてる、覚えてるよこれ覚えててくれました今回も息子が高校時代の話、私25歳でシングルマザーになって一人息子を育てていました。息子は何でも話してくれる明るい素直な男の子で、私とは友達みたいな関係。その息子が高校1年生の冬、彼女ができたんです。彼女を初めて自宅に呼ぶという前日、息子から明日は8時半まで帰ってこんでばいと帰ってこんでばいいいね、明日は8時半まで帰ってこんでばいと独り言、と一言、私は了解と返事。ん？待てよ、これは万が一のことがあったら大変と思って、息子にあんたも男やけ我慢しきらん時もあるかもしれん、バッテン高校生で子供ができたら大ごつやけこれ持っときとムードンコを渡したら損活いらんやんと顔を真っ赤にしながら突き返されました。それからしばらく経って後輩カップルと食事してたら息子が言ったんです。うちの母ちゃんデリカシーないっちゃけん。私からムードンコを渡されたことを後輩たちに話してました。息子曰く、ああいうものは恥ずかしい思いをしながら自分で買うもので、親からもらうもんやなかなんだこの方言のやりとりが母子家庭の我が家には性教育してくれる人がいないと思っての行動でしたが、子供は親が知らないところでちゃんと学ぶんですね。中地はきっといい先生やったやろうなってなったよそれその息子も来年36、いいお父さんになりました。お正月に孫と遊ぶのが今から楽しみです。ちなみに私はお正月還暦を迎えます。おめでとうございます。ね、すごいね。やっぱお母さんとしてはね、心配だったっていうのはもちろんあるんでしょう。そうですよ ね。よし、じゃあ1曲いくか。ここで1曲いかなかったらね、本当に1時間して1曲しかかけられない。いかんいかん。FM だよね。ですよ。怒られちゃう。マリコさん、リクエストありがとうございます。クランベリーズ、ドリームス。